僕の実家は、とある新興宗教をやっていた。それなりに有名な宗教団体だった。世襲制で、僕の父親で六代目。信者も、それなりの人数がいた。家族構成は、祖父、祖母、父親、僕の四人。母親は、小学校高学年の時、家を出て行った。祖母曰く、お母さんはいろいろ嫌になったんだよ、とのことだった。母親が出て行って悲しかったのは確かだけど、幼少期の家族の思い出は、父親と母親の喧嘩、それと祖母にいじめられて泣いている母親の姿ぐらいしか思い浮かばないので、まあしょうがないなという感じだった。この話は僕が中学生の時、うちには俗に言う寺院とか教会みたいな施設がある。30畳ぐらいの広さがあって、ご本尊や賽銭箱が置いてある。たまにだけど、その賽銭箱から小銭を拝借したりしていた。残念ながら、というか幸いというか、僕は全く信仰心がなかった。ある日、賽銭を拝借しようと思って、懐中電灯片手に夜中、施設に行ってみた。小銭を少しくすねて、自分の部屋に戻ろうと思ったんだけど、なんとなく、ご本尊って何があるんだろう、という妙な好奇心が湧いてきた。そろそろと結界をまたぎ、ご本尊に近寄った。形状は仏壇のでかい版みたいなものの中に、小さな社がある。音を立てないように、ゆっくりとその社の扉を開けてみた。中身はあまり細かく言うと団体の特定をされると思うので伏せておくが、大したも入ってないな、なんて思っていたら、奥の方に巾着袋を発見した。あまり長居したくなかったし、なんとなくそれを持って自室に帰った。小銭を財布にしまってから、巾着の封を解いてみた。中身を見て、ゾッとした。何やら黒いのがびっしり入っている。恐る恐る手を入れて触れてみると、その正体がわかった。髪の毛。気持ち悪さと、なんで髪の毛?という、不思議から来る好奇心。ノートを破って床に敷いて全部出してみた。よく見ると髪の毛に混じって一つ指輪が入っていた。何の装飾もない指輪。おそらくは結婚指輪。それを見た途端、なぜか妙な確信のある妄想が湧いてきた。お母さん。それからは口にするのもおぞましい妄想が溢れて吐きそうになった。頭がおかしくなる前に急いでその髪の毛と指輪をしまって本尊へ戻しに行った。しばらくしてたまたま父親と二人っきりになる機会があって勇気を出して聞いてみた。もしかして結婚指輪とかまだ持ってんの?なんでや。いや、なんとなく。なんでや。いや、ごめん。自分から切り出しといてなんだけど、怖くなって、自室に逃げた。父親の目が
明らかに変だったからだ。その後、妄想に取り憑かれた僕は、家にいることすら怖くなって、地元から遠く離れた高校を受験し、寮生活を選び、家族、親族、信者さんの反対を押し切り、そのまま就職した。父親は去年の年末亡くなった。家業は叔父が継いだ。今後僕は実家に戻ることはないと思う。よくある話だけど、友達から聞いた話。この出来事を体験した友人の友人。彼の実家は近畿地方のとある山間部。働いているのは大阪の街中で、ここ数年は帰省していなかったので、お盆休みを利用して久々に田舎へ帰ることにした。久しぶりの実家。地元に帰った彼は、幼馴染みの友人に会うために、隣の町まで原付を飛ばしていくと電話で伝えた。数年ぶりに会う友達からの電話で、友人も大喜び。すぐに来いと言ってきた。昼前に原付に乗って、懐かしい道を走っていけば30分ほどの距離。走り始めて国道に出る手前で、ふと見上げると、新設された国道が山の中に向かって続き、標識が隣町まで続くと示していた。これならいつもより早く着ける。こないだお袋が言ってたのはこの道か。そう思ったものの、懐かしい道を走る方を選んだ彼は、そのまま国道へ出た。でも、お袋はまだ建設中だって言ってたけど、もう通じてるんじゃん。隣町について友人に会い、昔話に花を咲かせているうち、夕方になった。そろそろ帰るという彼に、今夜は泊まっていけと引き止める友人。明日は帰るから、正月にでもまた帰ってくるから、そん時泊めてよ。そう言い残すと、彼は帰路に着いた。山間の日暮れは夏でも早く、すぐに夕闇は漆黒の闇へと変わっていった。家路を急ぐ彼の目に、先ほどの新設された国道への入り口が飛び込んできた。これなら早いだろうし、もうできているようだからこっちで帰るか。彼はバイクを傾け、進路を山に向けて走り出した。舗装したての路面は田舎道とは違って、滑らかにタイヤを運んでいく。闇の中でも勝手の知った地元だから怖いと思うこともなく痛快に走っていった。山の中腹あたりに差し掛かった時、彼の耳に何かエンジン音とも路面の音とも違う聞き慣れない音が流れてきていることに気づいた。なんだ？何の音？聞き流していたのだが、それが徐々に大きくなり、そしてはっきりと聞こえるようになった。明らかな女の笑い声。なんだ？こりゃやばいぞ。
必死になってその声を振り切るようにアクセルを回す。しかし、その声はとうとうバイクの真後ろで聞こえるようになった。ダメだ、後ろ乗られた。もう振り返ることも、ミラーを見ることもできない。ただライトの差す路面だけを見つめながら走り続ける。降りろ、降りろ、降りてくれ。心の中だけでなく、声に出して叫ぶ。しかし、女の声はより近くなり、とうとう息がかかるほどになった。助けてくれ。その瞬間、何かに乗り上げたように、バイクが大きく弾む。ガシャンと音を立て、バイクは転倒して滑っていく。彼も道に投げ出され、丸太のように路面を転がっていく。いって。幸いにもそれほど外傷はないようだ。ゆっくり立ち上がりバイクに向かうと、バイクも傷と多少の破損程度でまだ動く。しかし彼にはそれよりも大きな恐怖がその先に待っていた。まだライトのついたままのバイクのところまでふらふら歩いていくと、そこにはまだ建設中で、その先にはただの断崖になっているだけの道路が照らし出されていた。うわ、もう少しでこの下に。震えるような恐怖に突き落とされた彼を、さらなる恐怖が襲った。崖下を見つめる彼のすぐ横、息が耳にかかるほどの距離で、さっき笑っていた女の声がした。畜生。まさに失禁するかと思うほどの恐怖で、彼はバイクにまたがると来た道を戻っていった。反響欄になりながら、ようやく実家にたどり着いた彼。家族に事情を話し、バイクの修理を頼んだ。傷の手当てをした母親が、だからあそこはまだ工事中だって言ったでしょ？あんたが三人目になるとこだったよ。その建設中の国道では、すでに二人の人が事故で亡くなっているらしい。途切れた道は放置すると、黄泉に続くと言われている。去年のお盆に田舎に帰省した時の話。私の田舎は田んぼが広がる見渡す限りの田園地帯。父と母と祖母が暮らしています。特に娯楽もないので二日ほど滞在して帰るつもりでした。何事もなく一日が過ぎ、帰る日となりました。その朝早く、祖母が私に、掃除を手伝ってほしいと言いました。帰りの電車は午後だったので、私は心よく手伝うことにしました。普段使っていない物置と化した離れの部屋を掃除していたとき、段ボールに埋もれるようにして古びた仏壇がありました。仏様をこんなところに閉じ込めちゃいかん。祖母は慌ててその仏壇を引っ張り出すよう私に言いました。仏壇は驚くほど軽くて、私と祖母はすぐにその仏壇を外に出すことができました。
なんで仏壇と荷物を一緒にしてたの？罰当たりでしょ？知らないな。こんな仏壇見たことねえ。じゃあ、ご先祖様の仏壇じゃないのかな？どっちにしろ供養してもらおうよ。私の地元は結構信心深かったので、ご先祖様を大切にしないと祟られる、といった感覚が根付いていました。そうだな。私と祖母とで、再びその仏壇を持ち上げたとき、カタッと仏壇の扉が開きました。一瞬ギクッとしたのですが、中からは遺灰だとかそういうものは出てきませんでした。ただ、サラ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 と白い砂のようなものが流れてくるだけ。元来ビビリ屋の私は少しほっとしてその仏壇を最寄りのお寺さんに持って行きました。住職に事情を話し供養をしてもらうことになりました。後日供養の終わった仏壇は返してくれるとのことです。私が帰省から戻り、しばらくしたある日、祖母から電話がかかってきました。なあ、あんた、実家に忘れ物でもしたか？ん？そんなはずないけど。なんや、細かい模様のワンピース。祖母の話では、供養が済んで、帰ってきた仏壇の奥に、張り付くようにして古びたワンピースがあったというのです。田舎にそんなものを持って行った記憶はないのできっぱり否定すると、そうか。と祖母は納得したようでした。祖母との会話がそれで終わり、電話を切った直後、また電話が鳴りました。出てみると、今度は、仏壇の供養をお願いしたお寺さんの方でした。その内容は、確かに仏壇の供養はしたのだが、遺骨が見つからなかった。遺灰もなく遺骨もないのに、その仏壇には、ありえないぐらいの霊の気配があった。ひょっとして家の中にそういったものがあるのではないか。そう言われて再び祖母に電話をかけて聞いてみたのですが、いまいち要領を得ない。私は仏壇が出てきた部屋を見る限り、そんなものはなかった、とお寺の方に言おうと思いました。しかし、その時、足元をサラ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 と流れていった白い砂を思い出しました。なんだか悪感に襲われた私は、そのことをお寺さんに伝えました。すると、そうか、ならええや。そう言うなり、電話は切れてしまいました。そして今年の正月、私はまた田舎に帰省しました。その時、お寺さんや祖母に仏壇のことを聞こうと思いました。しかし、祖母の言うことはなんだか要領を得ません。お盆の時はあんなにシャキシャキしていたのに、お寺さんの住職はというと、急に重い病気を患って入院、面会謝絶だそうです。なので、詳しいことはわかりません。
消化不良で申し訳ありません。ただ、あの時足元を流れていったあの白い粉は、人の骨が風化したものだったのではないか。そう思うと、なんだかゾッとします。俺が大学生の頃、四ツ谷の近くで一人暮らしをしていた時のこと。その日、なんとなくだるかった俺は、大学を一時間目で切り上げて、家に帰って早く寝ようと自転車を走らせていた。その時、俺は安い貧乏アパートみたいなところに住んでいた。初めて見た時から空気がよどんでいるというか、天気の良い日でも薄暗い、そこだけ違う空間のようなアパートだと思った。でも親からの仕送りもない貧乏学生だった俺は、贅沢も言えないので家賃の安いそこに住んでいた。それで少し熱っぽさがあったものの、途中コンビニで昼飯を買って、家に帰って寝っ転がっていた。その日もいつもの通り部屋は薄暗く、隣にビルがあるわけでもないのに、日光があんまり入ってこないような、全体的にどんよりとした部屋で、座布団を枕にしてぼーっとしていたら、ピンポーンと部屋のチャイムが鳴った。どうせ勧誘とかセールスだろ？と思った俺は、出るのも面倒だったのでイルスを使った。ピンポーン、ピンポン、ピンポーン。まるで俺が家にいるのを知っているかのようにチャイムは鳴り続ける。大家さんかな？と思った俺は起き上がって玄関へ行き、ドアスコープで外を見てみた。しかし誰もいなかった。諦めて行ったか。そう思って再び寝っ転がっていると、今度は電話が鳴った。トゥルルルルルルル、トゥルル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 。電話は近くにあったのですぐに出た。はい、もしもし。しかし相手はずっと無言だったので自分から切ってしまった。なんだよ、いたずらかよ。でもその時はさっきのチャイムのこともあり、なんだか薄気味が悪かった。もう何があっても出ないからな。そう思った俺は薄い毛布をかぶって寝ることにした。俺の住んでいたアパートの前は車もあまり通らない静かな道で、テレビも何もつけないと部屋の中はシーンとしていた。カチ、カチ、カチ、と時計の音が聞こえるくらいだった。けれど、その日はなぜか、いつも聞こえるはずの時計の音がしない。全くの無音状態で、隣の部屋のテレビの音も何も聞こえない。今この時間に、このアパートには俺しかいない。そんな想像をして、なんだか少し怖くなってきた時だった。
今度は俺の部屋の窓ガラスを誰かが叩くような音がした。さっきの勧誘かなんかの人に俺が部屋にいるのがバレたのかな。そう思って窓の方を見ようとしたとき、ふと気がついた。あれ？俺の部屋って2階じゃん。そのことに気がついたら、一気に全身の鳥肌が立った。そのアパートには、窓に小さなベランダはあるものの、人がよじ登ってそこに入ることは考えられない。でも、誰かがベランダにいる。絶対にいる。誰かがずっと俺の部屋の窓を叩いている。もう俺は怖くて怖くて、勘弁してくださいと念じながら、そのまま寝ているふりをして毛布にくるまり固まっていた。だけど俺はもっと重大なことに気がついた。あ、窓の鍵開けっぱなしだ。俺はいつも家にいるときは窓を開けて部屋の空気を入れ替えて、その後窓の鍵は夜寝る前になってから閉めるということをしていた。ガラ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 。誰かが窓を開けて部屋に入ってきた。俺は窓を背にしてただひたすら寝ているふりをしていた。というか、もうそうするしかなかった。絶対振り向いてはいけない気がしたからだ。ミシ、ミシ、ミシ。と、その誰かが、俺の方にゆっくりと歩いてくる。そしてゆっくりと、俺の体をまたいでいった。その時、俺は怖いながらも、少し目を開けてしまった。目の前には見開かれた大きな目玉が二つ、こっちを見ていた。そこで俺は気を失ってしまった。夜になって目が覚めた時、部屋の窓は開きっぱなしになっていた。気を失う直前に見てしまった。あの目玉のことを再び思い出したら、全身の震えが止まらなくなり、急いで友達の家に行った。その後、その友達の家に1週間ぐらい泊めてもらって、もっと人通りの多い道のマンションに引っ越した。あの時のあのことは、今でも何なのかわからないけれど、なるべく考えないようにしている。中学1年の頃、私はいわゆるぼっちというやつだった。完全に一人というわけではなく、友達と普通に話したりはするけれど、特定のグループには所属していない、純ぼっちの立ち位置。話しかけられれば話すけど、自分から友達に歩み寄ることはなかった。ぼっちの人ならわかるかもしれないけど、要は、他人に興味がなかったんだ。クラスメートの名前もなかなか覚えられなくて、友達の噂についていけない。誰が誰を好きだとか、そっか、って感じで、中学に入っていきなりみんながそんな話に夢中になるものだから、話に入る余地がなくなった。多分私だけ
まだ子供だったのだ。流行りの携帯も私は持ってなくて、完全に乗り遅れた子だった。私のクラスには一人、避けられている女の子がいた。別に性格が悪いとか、そういうのではなかったんだけど、お母さんが少し変な人だった。良くない噂が広まって、対面社会の中学で彼女に近づく人はいなかった。でも、私はぼっちで噂に疎かったから、そんなことを全く知らなくて、彼女に話しかけられた時も普通に受け答えをしていた。そうしたら、だんだん彼女は私しか話し相手がいなくなったようで、休み時間ごとに私の机に来るようになった。その頃にはさすがに私の耳にも彼女の噂は届いていたけれど、私は普通に彼女の友達をしていた。彼女にとっての友達が私だけだったように、私の友達も彼女だけだったからだ。彼女もきっとそれを感じて安心していたのだと思う。彼女とはいろんな他愛のない話をしたけど、家族の話だけはしなかった。多分、私も彼女も意図的に避けていたのだと思う。私が彼女と仲良くなってからも、相変わらず彼女の母親の噂は耳に入ってきた。夜中に家の近くを通ると、奇声が聞こえる。野良猫を捕まえて家の中に入るのを見た。新興宗教にどっぷりと使っている。彼女に父親がいないのは母親が自殺に追いやったから。などなど。どれが本当でどれが尾ひれだったか判断のしようはない。もしかしたら根も葉もない噂ばかりかもしれない。でも私はそんな噂よりもっと恐ろしいものを彼女の家で見てしまった。夏休みが明けて間もないある日、彼女が風邪で学校を休んだ。彼女が休むのは初めてで、久しぶりの話す人がいない学校での一日に、私が変な懐かしさと少しの寂しさを覚えていると、ふと私の頭にある考えが浮かんだ。彼女の家にプリントを届けに行ってあげようと思ったのだ。帰る方向が私とは逆の彼女には、本来は別のクラスメートがプリント係に割り当てられる。不運にもその係に任命された男子は、心よく私にその役を譲ってくれた。お前らって仲良すぎ。女同士でできてんじゃねえの？男子は、ヘラヘラ笑っていたけど、内心はかなり安堵していたんじゃないだろうか。先生から教えてもらった彼女の家に向かう途中、私はかなりドキドキしていた。プリントを届けに行こうと思ったのは、ほんの軽い好奇心からだった。彼女の家を見てみたい。まさか噂ほどひどい家ではないだろうと。しかし、いざ行く段階になって、自分のした行為が
彼女への裏切りに当たるのではないかと思えてきた。決して口には出さないけど、彼女は家族のことを知られるのを嫌がっているに違いない。特に友達の私には。後悔したけど、重要なプリントもあったから捨ててゆくわけにもいかない。届けに行くしかなかった。とぼとぼと歩き、彼女の家に着いた。少し小さめの一軒家。多少古びてはいるけれど、街並みに溶け込む普通の家だ。私は少し自信を取り戻し、一呼吸置いてインターホンを押した。二階の窓がガラッと開く。彼女だ。彼女はびっくりした顔をして、その首を引っ込めた。続いて階段を降りてくる音。母親が出なかったことに私はほっとして、彼女が出てくるのを待った。襖が開いて閉まる音。なんだろうと思ったけど、直後にドアが開いて彼女が出てきた。風邪が治っていないのか顔色が悪い。愛ちゃん、どうしたの？あ、これプリントを預かったから。彼女の声ははっきりとしていて、別に変な様子はない。私は安心してプリントを渡した。早く元気になってねとか、二言三言言葉を交わして、彼女は二階へと上がっていった。何事もなくプリントを届けられたことにほっとして、私は帰ることにした。彼女の家を去るとき、私はあることに気づいた。玄関の向かってすぐ左にあたる部屋のカーテンが開いている。さっきの襖の音の部屋かな。そう思って何気なく見た。これがいけなかった。畳の部屋の中心、小柄な女の人が両手で何かを上に上げてふらふらと立っている。ちょうど電球を交換しているみたいな格好だった。だけど手に持っていたのは猫だった。何あれ？急に怖くなって、私は一目散に駆け出した。その時背中の方でカーテンが閉まる音を聞いた気がする。翌日、彼女は学校にやってきた。私は昨日見たものが気になって気になって、でも彼女に聞けるわけもないし、悶々としていた。彼女は普段通りで、私はもしかしたら本当に電球を交換している彼女の母親を見ただけかも、と思い始めた。すると休み時間、彼女がこんなことを言った。今日ね、お母さんまで風邪ひいちゃって、うつしちゃったみたいなの。愛ちゃんは大丈夫だった？間接的な話題だけど、彼女が母親のことを口にするのは初めてで驚いた。かなりの違和感だった。そして、給食前の4時間目、彼女は倒れて保健室に連れて行かれた。
かなり無理をして学校に来ていたみたいだ。そんな様子はなかったけど、彼女は38度近くまで熱が上がっていて、実際はフラフラの状態だったらしい。彼女は先生の心配を振り切って、一人で歩いて帰って行った。学校の近くだから大丈夫だと思うけど、私は心配で、彼女のことを考えているうち、一つの嫌な考えが浮かんだ。もしかして、無理して学校に来たのは、学校を休むと私が家に来るからだろうか。そう考えると、そうも思えてくる。彼女は今日、母親の話をしていた。あれはもしかして、私の気を何かからそらすため？よせばいいのに、嫌な考えは止まらなくて、考えれば考えるほど、しっくりくるように思える。昨日聞いたカーテンの音。あれはもしかして、2階の窓から私を見ていた彼女が閉めたカーテンの音だったのでは。そんな疑問を抱きながらも、これまで通り私たちの仲は続いた。あの女の人が何だろうと、彼女は彼女だし、良い友達だと思っていた。知られたくないなら追求はしない。それでいいのだし、その方がいいと思ったから。ところが、12月に入ったある日、彼女がまた学校を休んだ。先生によれば、また風邪だということ。クラスではもう、私と彼女は仲良しカップルみたいに扱われていて、当然のように先生にプリントを渡された。私は嫌だなと思いながらも行かないわけにはいかず、前と同じように彼女の家へと行った。ポストに入れてしまおうか。彼女もその方が喜ぶと思うし。そんなことを考えているうちに、彼女の家に着いた。玄関のドアの前、誰かがうずくまっている。彼女だった。ちょっと、どうしたの？私はびっくりして声をかけた。彼女は青白い顔を上げて、私を見て薄く笑った。プリント、愛ちゃんが届けに来ると思ったから。いや、だからって。とにかくありがとう。明らかにおかしい。何かを隠している。彼女は、プリントを私の手から奪い、玄関のドアを開けた。と思ったら、急にプリントで口を押さえて吐いた。大丈夫、大丈夫だから。再びうずくまる彼女。手に持つプリントは戻したもので汚れて、服にもいくらかかかっていた。大丈夫なわけないじゃん。いいからここにいなよ。こうなると、もうつべこべ言っていられない。私は玄関から顔を覗かせ、彼女の母親を呼んだ。すいません。おばさん、いますか？お願い、愛ちゃん、いいからやめて。彼女は涙目で言ったけど、私は突如湧き上がった謎の友情に燃えていた。こんな状態の彼女を
放っておけるわけがない。母親がどんな人だっていい。友達なことには変わりないんだから。でも、誰も出てこない。私は彼女の母親にイライラした。こんな状態の娘を残して、母親は何をしているのか。ちょっと、家上がるよ。ダメ!彼女の制止も聞かず、私は家に上がった。すいません。反応はない。これはもう仕方ないと思い、とりあえず彼女の吐いたものを片付けるため、玄関から続く廊下のトイレらしきドアに向かった。拭くものを取りに行くためだ。と、何かが聞こえる。廊下の左手、あの襖の部屋からだ。やっぱりいるんだ。私は躊躇なくその襖を開けた。結果としてその母親と見られる女性はいた。前と同じポーズ。やはりおそらくは死んでいる猫を掲げて。でもそんな異様なポーズがどうでもよくなるほど、さらに異様なものがその部屋にはあった。私に気づきすらしない様子の母親。その手が天井に向かっているのを見て、私の目も天井へ向かった。天井には一つの大きな顔があった。目、鼻、口、それだけ。眉毛も髪の毛もなかった。まるで肉のお面が貼り付けてあるかのようにぴったりと。頭がクラクラした。急な事態に脳が追いつかず、私は叫びも逃げもせず、それをじっくりと見てしまった。作り物?何?眉も髪もない顔は、男か女かすらわからない。感情のない目は、まっすぐ下を見つめていた。その顔から目が離せないでいると、彼女の母親が、私にとことこと歩み寄ってきて、はい、と、普通の声で手に持っていたそれを私に差し出した。それで私は限界だった。声も出さず私は駆け出してドアを開けて玄関から外に出た。外にいた彼女は私の顔を見てすべてを悟ったようだった。愛ちゃん、違うの。あれは作り物でね。私のお母さん、おかしいの。お母さんがおかしいだけなの。彼女の声を背に、私は逃げた。風で弱っている彼女を置いて。でも、そんなことにもう構っていられなかった。あれは作り物じゃない。襖の部屋から逃げる直前、私は、あの天井の顔が、瞬きをするのを見てしまったから。そして、次の日から、彼女は学校に来なくなった。罪悪感もあったけど、当時はただただ恐ろしくて、私は忘れるように努めた。それ以来、私は彼女を見ていない。何年か前にあった怖い話。その時、俺は地方大学の学生で、
同じ課の連中とグループでよく遊んでいた。たまに混ざる奴もいて、男は4人から6人で、女は4人。一人暮らしの奴の部屋で集まって飲んでいると、よく階段をしたがる女の子がいた。決まって嫌な顔する子もいて、その子を A とする。こっちの A が俺とかなり仲が良かった。階段好きな女の子を B とするが、B も別におかしな子とかではなく、階段も体験談ではなく、ネットで面白い話を仕込んできてんじゃないか、みたいな怖い話をする子で、本当は幽霊とか信じてなさそうだった。むしろ A の方が見えるんだと言ってて、A はいつも B を避けている感じだった。二人で遊ぶとかは絶対ないし、グループでも距離を空けたがっている雰囲気で、俺とあと一人、A の霊感を聞いて信じているやつ C は、本当に霊感があったら遊びで階段するなんて嫌なのかもしれない、と思っていた。ある日、B と仲のいい男の一人が、心霊スポットの話を仕入れてきた。車で30分ぐらいで行ける場所にあるそうで、B も他の連中も面白がって、その場で肝試しツアーが決定した。今は来てない他の連中も呼び出そうということになり、俺は A に電話した。俺自身は行く気だったけど、A は来ないだろうなと思い、これから心霊スポット行くってことになったんだ。ただ肝試しだし、他にも来ない奴はいると思うし、と言った。そしたら A は遮るように、それってなんか大きな空き家のこと？そのあたりで肝試しって。ああ、そう。その家の裏になんかあるらしいから。よした方がよくない？てかやめなよ。誰かの家で飲んで階段したらいいじゃん。わざわざ行かなくても。よりによって A に怪談話を勧められて少し驚いたが、仲間たちはすでにノリノリで準備中。いやー、みんな行く気だし、 A は気が進まないなら今回は外していいと思うけど。すると A は少し黙って、 B は行くの？行くよ。一番やる気満々だし。そうなんだ。じゃあ私も行くからちょっと待ってて。たまげたことに A は本当に来て B と一緒に車に乗った。結局来れない奴もいて、総勢6人で1台のワゴンに乗って出発した。B は少し KY なところがあって、A に距離を置かれているのもあまりわかっていないらしく、車中で初めは面白そうにおしゃべりしていたが、すぐにあくびをし始めた。バイトとかで疲れてんのかな？眠い。眠そうにつぶやく B に A が、寝てなよ。着いたら起こしてあげる。ありがとう。ごめん、少しだけ寝る。B は運転している奴に断って、うとうとし始め、A は黙って窓の外を見ていた。で、着いてからも B は起きなくて、
もはや完全に爆睡状態。寝かしとく？と、俺たちが顔を見合わせたら、A が。連れてくね。後で怒るよ、置いてったら。と、B を担ぎ起こして、強引に車から出したんだ。仕方ないから C が背負ってやったんだけど、A は B の手を掴んでいて、他の車の奴らが降りてきたら、一番先頭に立って歩いて行った。そこにあった古い家は、本当に不気味な空き家で、みんなは結構盛り上がって、うわぁとか言ってた。B は起きないまま、A は B の手を掴んだまま。いよいよ本番で家の後ろに回ったら、何かポツンと古井戸みたいなものがあった。近寄って覗いてみると、乾いた井戸の中に小さな和式の人形の家みたいなものが見えた。なんだ？と、一人が身を乗り出したのと、A が、下がって！と叫んだのは、ほぼ同時だった。覗いた奴が、ビビって体を引っ込めた。そのすぐ後に、カシャ。だか、ズシャ。だか、何か金属っぽいような、小さな音がした。下がって、こっち来て！ A がわめき出すまでもなく、なんだかすごく嫌な感じでいっぱいだった。カシャ、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 と、変なジャリジャリした音がどんどん増えながら来るんだ。そのわけのわからない井戸の中からこっちに向かって。逃げたいのに体が動かなくて、横を見たら仲間もへたっているし、音は近づいてきて姿は見えないけど、絶対何かいたと思う。もっとこっち来て！ A が怒鳴りながら俺の手を掴んで何かを掴ませた。俺が掴んだのを見た A は、今度は少し横でへたっているやつを必死で引っ張って、また何かを掴ませている。よく見たら、俺が掴んでいるのは B の右足。さっきのやつが掴んだのは B の左手。B の右手は A が掴んでいる。C は相変わらず B をおぶっている。A は B から手を離さず、必死に他の仲間を引っ張り寄せていた。その後のことは、いろいろとよくわからなかった。ただはっきり覚えているのは、気がついたら目の前に何かがいたこと。白いんだか、グレーなんだか、透明なんだか、煙なんだか、人影なんだか、よくわからない何かが、俺たちの前にいた。ちょうどそのあたりから、ガシャ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 、ズシャ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 、みたいな金属音が耳いっぱいに響いてきていた。いや、こう言うとその煙みたいなものが金属音を立てていたみたいだけど、そうではなかった。俺たちは、何か人影みたいなものの背中を見ていて、そいつが見えない金属音のやつとぶつかり合って止めている、そういう光景だった。
みんな動ける？逃げよ、早く逃げよ。 A が叫んで、俺たちは必死で体を動かして車へ向かい、なんとか乗り込んで逃げ出した。 C がハンドルを握る車の中で、俺が振り返った時、もう何も見えなかったけど、金属音だけは結構長いこと耳に残っていた。その後、結局帰り着くまで熟睡していた B に、何も出なかったから起こさなかった、と説明して帰らせた後、みんなで震えながら明け方まで飲んだ。数日後、A を捕まえて経緯を聞いたら、げんなりした顔でいろいろ教えてくれた。あの古井戸がマジで危ない本物だったのは予想通り。家の正面にいる分には大丈夫だけど、裏に回って井戸まで見たらダメ、とのことだった。問題は俺たちを助けてくれた妙な影のことなんだけど、A はすごく嫌な顔で、あれは B の、なんていうか、ついてるものなの、と言った。A が B を避けていたのは嫌いだからじゃないそうだった。ただ、B にまとわりついているものがいて、それがすごく強くて、薄気味悪いものだったらしい。で、はじめは B に取り付いている霊か、と考えたが、どうしても違和感があったらしい。ある日、B から出てくるそれを見て、不意に気づいたんだそうだ。それは、B の中にいるのだと。B があれのいる世界につながってて出入り口になってるのか、それとも B 自体があれの住む場所なのか、どっちかだと思う。 A もよくはわからないようで、とにかくそれは B から出てきてまた戻っていくんだと言っていた。他の霊的なものは全部 B を避けるそうで、多分あれのせいで近寄れないんだとも言っていた。あれは私たちを守ったんじゃないし、 B のことも大事だとかじゃないと思う。ただドアとか家が壊れたら困るでしょ。だからなんとかした方がいいのか、と思っても、B は本気では霊を信じてないようだったし、普通の幽霊じゃないから払えるとも思えなかった。だから放っておいたけど、自分は近寄りたくなかったんだと A は言った。ただ、それが B を、深刻な危険から守っているのは知っていた。そして、あの日、俺たちが本当に危ない場所に行くと感じて、止められないなら B の中にいるそれに守ってもらうしかないと考え、ついてきたのだという。あれが守るのは B だけだからね。少しでも離れたら、井戸から来てた方に疲れて、人生終わってたよ、みんな。言われて、背筋が寒くなったのを紛らわそうとして。でも、なんだろうな、B についてるのって。結構良くないか？結局、守ってくれるんならさ。そう言うと、A は羨むような、蔑むような、複雑な目を向けてきた。あのね、
お腹に住み着いた寄生虫が、孵化するまでは守ってくれるって言ったら、それって嬉しい？なんとなく言いたいことが分かった。B に救っているものは、とにかく自分だけの都合で、B の中に居座ったり、顔を出したりするわけで、ひょっとしたら B から何かを奪ってるのかもしれないわけで、いつか自分の都合で B をぶち破って出て行ったりするかもしれないわけで、その時には周りにも影響するかもしれないわけで、しかも B は本気で何一つ全く気づいていないわけで、ほっとくしかないんだよね。そう言って A はため息をついた。井戸から出てきた方もすごかった。神様が最悪の状態になったみたいな感じだった。波の霊能者とかじゃ負けちゃうだろうって思うくらいのやつだった。あんなのと渡り合える B のあれも、どうせ何やってもどうにもできない。それから時間が経って、俺も A も B も社会人になった。ふとこの頃のことを思い出したので、お話ししてみました。ちなみに理由は B から連絡があったから。結婚した上、子供も生まれて元気にやっているそうです。A に電話してそう言ったら、B が寿命になるまであれがおとなしくしててくれたら、それが一番いいよね。と言っていたところからして、A は B が今もあれを背負っていると確信しているようです。普通の霊と違う、そして人間の中にいる何かって何なんでしょうか。いや、井戸の底から聞こえた金属音も気になりますが、余談ですが、B は階段とともに時々、本当の霊体験がしてみたい。一度もないんだよね。と言っていました。肝試しやら、こっくりさんなどを試してみていたようですが、全敗らしかったです。後に A が言ったところでは、無理だと思うよ。あれは B 本人には見えないようになってるみたいだし、他の幽霊は霊感のあるなし以前に全く何も B に近づかないから、井戸のあの音はちょっと普通じゃなかったから近づこうとしたんだろうけど、だから B のあれも B を眠らせて全力でやったんじゃないかな。これは想像だけど。そういえば、あの夜は A があれだけ叫んだのに、B は目を覚ます気配もなかったなぁ、と思いました。なお、俺はそれより前に B が雑談で、家で一人でこっくりさんしたけど反応ないし、眠くなってそのまま昼寝しちゃった。ああいうのってなかなか成功しないね。と言っていたのを聞いた記憶があります。いや、成功してたんだったりして。というか、だとしたら、その時は何が来てたんだか。僕は子供の頃、蝶がつくど田舎に住んでいた。
山々に囲まれた閑静な農村地帯だった。その村では一年のうちである月の満月の日の前後一週間は絶対山に入ってはいけないという決まりがあった。村の子供たちはその期間は山の神様が降りてくる日だからと聞かされていた。その期間は山の入り口のところにある道祖神の祠の前で山から村に入る道にしめ縄を張って道祖神様をお祭りしていた。この道祖神を僕らはさえ神さんと呼んでいた。このお祭りの間は子供だけでなく大人たちも決して山に踏み入ることは許されなかった。村の子供たちは物心ついた時から厳しく戒められているのと、山に入っても楽しい時期でもなかったこともあって、わざわざ叱られるのを覚悟で山に入る奴はいなかった。とはいえ、わんぱく盛りの子供たちのことだから、それでも数年に一人か二人は無謀にも山に入ろうとする者が現れていた。隠れて山に入ったのが見つかったやつは厳しく叱られて頭を丸坊主にされて学校を休まされた上で隣村にある神社で泊まり込みで一週間修行させられるというお仕置きが待っていた。それを見た村の子供たちはお仕置きを恐れて期間中は山に入らない。しかし、世代交代をした頃、また山に入るようなわんぱくが現れる。そうしてお仕置きを見て、他の子たちが自重する。そして、忘れた頃にまた、ということが繰り返されていた。ここまでの話だと、田舎によくあるわけのわからない風習で終わってしまうけど、僕が小学6年の時、その事件は起こった。起こったと言っても、僕自身が何かを見たというわけではないし、それ自体も単なる村の風習と精神の錯乱で、オカルトとは関係ないと言われればそれまでかもしれない。ただ、村の禁を破って、山に入った僕のいとこの妹が精神に異常をきたしてしまい、その兄も責任を感じてか、その後おかしくなってしまったという事実だけが残っている。その年はいとこの親父さんがお盆に休みを取れないということで、お盆の帰省の代わりに季節外れのその時期に一家四人で里帰りしてきた。普段だったら誰も訪れないような時期のことである。そしてそれがすべての間違いのもとだった。村の子供たちはその時期山に踏み入ってはいけないと厳しく教えられていたが、いとこたちは普段はこの時期には村には帰ってきていないので、そのことを知らなかった。祖父と祖母がいとこたちにそれを教えたが、都会育ちの彼らにとってはいまいち理解できていなかったのかもしれない。あるいは古風な村の風習だということで、所詮は迷信だと馬鹿にしていたのかもしれない。今となっては知るすべもないことだ。いとこたちが普段帰省してくる夏休み中であれば、僕たちも学校が休みなので、一日中付きっきりで遊び回れるが、あいにくとその時期は平日で、僕たち村の子供は
学校に行かなくてはいけなかった。学校が終われば、僕たちはいとこと一緒に遊ぶわけだが、少なくとも午前中は、いとこたちは兄弟二人だけで遊ぶことになる。僕たちが学校に行っている間は、祖父母が山に入らないように見ていたりするのだが、さすがに常にというわけにはいかない。それでもまあ、三日目ぐらいまでは、いとこたちはおとなしく、祖父母の言いつけを守っていた。少なくとも、そう思わせていたわけだ。問題が起こったのは、いとこたちが村にやってきて、四日目のことだった。道祖神、さえがみさんのお祭りも、ちょうど中日で、その日が満月の日だった。僕たちが学校に行っている午前中に、祖父母に隠れて、いとこの兄翔太が妹のよし子を連れ出して、こっそり山に入ってしまったらしい。翔太は祖母に、妹と川で遊んでくる、と言って出かけたそうだが、僕たちが昼頃家に帰って、川に翔太を探しに行ったら、姿が見えなかった。最初はもしかして事故にでもあったのかと思ったけど、川に行くとき、いつも自転車を止めさせてもらうことになっている友人のおばちゃんに聞いたら、朝から来ていないとのことで、僕は友人たちと一緒に翔太を探すことにした。すると、友人のたかしが、山の入り口の近くの木陰に、翔太の乗っていた自転車が隠すように置いてあるのを見つけた。あいつら隠れて山に入ったのか、と思って追いかけようとしたけど、山には入るなと厳しく言われていたこともあって、その前に祖父に知らせることにした。家に帰って祖父に知らせたところ、祖父は、それは本当か!と、普段は優しい祖父らしくない形相で聞いてきた。それを聞いた祖母は血の気の引いた顔をしていた。翔太たちのお父さんも心なしか顔色が悪かった。だが、彼らのお母さんは、何が起こっているのか理解できていない様子だった。祖父は僕から話を聞いてすぐにどこかへ電話していた。その後はもう大変だった。村の青年団がさえがみさんの社のある山の入り口に集合して長老たちが集まって何事か話し合っている。いくら村の決まり事とはいえ、子供が山に入ったくらいでこれはないだろう、と思ったのを覚えている。その後のことだけど、青年団が山の入り口に集まってしばらくした頃、翔太が何かに追いかけられるかのような必死の形相で山道を駆け下りてきた。それを見た祖父が、さえがみさんのところに備えてあった日本酒と粗塩の袋をひっつかんで、酒と塩を口に含んでから、自分の頭から酒と塩をぶっかけて、それから翔太のところに駆け寄って、翔太にも同じように頭から酒と塩をかけていた。その後で翔太にも、酒と塩を口に含ませていた。翔太はその場でゲーゲーと吐いていた。翔太が吐き出すものを全部吐いてから、祖父が翔太を連れて戻ってきた。祖父と翔太がしめ縄をくぐるとき、長老連中が祖父と翔太に大量の酒と塩をぶちまけるように、
ぶっかけていた。その後、翔太は青年団の団長によってどこかへ連れて行かれた。後で聞いたところによると、隣村の神社だったそうだ。妹のヨシコだけど、なぜか祖父も含めて山に入って探そうとはしなかった。不思議に思って父に聞いたら、今日は日が悪い、と言って首を横に振るだけだった。ヨシコの母親であるおばが反狂乱になって、娘を探して!と叫んでいたが、悲しそうな諦めの混じったような表情のおじがそれをなだめていた。結局ヨシコはそれから4日後、山の中腹にある山の神様の祠で保護された。後で聞いた話では、その時にはもうヨシコは精神に異常をきたしていたそうだ。発見された後で、ヨシコはなぜか病院ではなく、兄と同じ隣村の神社へ送られたらしい。この時、村の長老たちの間で一悶着あったらしいと、かなり後になって父から聞いた。ヨシコは今でも隣村の神社にいるらしい。表向きは住み込みで巫女をしているということになっているけど、実際は精神の異常が治らず、座敷牢のようなところで監禁に近い生活を送っているそうだ。このことは一族内でもタブーとされていて、これ以上詳しいことは聞き出せなかった。監禁の件は親父を酒に酔わせてやっと聞き出せた情報だった。翔太の方だが、彼は一時期は強いショックを受けていて錯乱気味だったが、その後は心身ともに異常はなく、普通に生活を送っていたそうだ。あの事件以降、おじ一家は帰省しなくなったので、僕が直接翔太に会うことは、それ以降はなかった。翔太は妹をおかしくしてしまったのは自分の責任だと思い詰めて、精神に異常をきたしたらしい。おかしくなってしまった翔太は、18歳の時、妹が見つかったという山の神様の祠の前で自ら命を絶ったと聞いた。その時には僕は進学で村を出ていたので、その話を聞いたのは成人式で村に帰省した時だった。以上、体験した僕も何が何だかわからない話です。島根県のある地方で、現在20歳の自分はほとんど山の中に住んでいる。普通は山のふもとや悪くても道の通った中腹に住むのが一般的である。なぜか我が家は寺や林業に従事しているわけでもないのに、頂上付近の山中に家を構えている。幼い頃からだったので、特別不思議はなかったし、逆に見晴らしのいい場所で嬉しかったものだ。幼い頃はよく山で遊んだ。山全部が自分のもののようで嬉しかった。誰も来ないし、偏僻な場所なのに秘密基地があった。そんな場所は必要ないはずだが、子供とはそんなもんだ。秘密と名がつく自分だけの場所というのは、
存在するだけで楽しいものだ。その場所は神社。しかも完全な正方形で左右対称。木の位置や庭石みたいなものの数まで全てが左右対称だった。さらにすごいのは前後も鏡のように対称になっていた。奇妙なんだけど、鳥居も東西南北にあって、社もその東西南北の四方向にある。もちろん狛犬も八体いる。そんな奇烈な神社で人も来ないものだから、ちょくちょく一人で来ていた。一人しかいなかったわけではない。一キロ下には幼馴染がいたから、行けばよかったんだけど、この神社には連れて行けなかった。祖父に他人を連れて行ってはいけないと、きつく言われていたからだ。さらにきつく約束させられていたことは、この神社は西から入って南から出なければならない。10月だけは北から入って出口は東。夜は行ってはいけない。もしも行ったら鳥居じゃない場所から出ること。という約束。なんだか本当に秘密基地のようで嬉しくて、自分は暗号みたいなものだったし、祖父が大好きで守っていた約束だった。そして先日、大学に通っていて久しぶりに帰ることになった。そして今年のお盆に祖父と久しぶりにその神社の話をしたんだ。酒を飲むようになった自分に喜んで、祖父はどんどん進めてくれるから、二人して大いに飲んだ。翌日、二日酔いの早朝に祖父が自分を起こした。早朝どころか、まだ夜中の三時。祖父は真っ白な服を着て、白いとっくりと日本酒を持っていた。肩には朱色のしめ縄。夕べは楽しかったな。朝早くてすまないな。これから大事な用がある。夕べ話した神社についてきてくれ。眠いし、冗談じゃないと断ろうか迷ったが、祖父は深刻な顔をしていた。いつも優しい笑顔で微笑みを浮かべる仏様みたいな顔の祖父。その顔が、険しい顔になっていた。何かあるんだと思ってついていくことにした。夜だが朝に近い。秘密基地の約束からすると、この場合どこから入るのだろうか。そう思案していると、祖父が祝詞のようなものを唱え出した。北から入り、西の空より風を追い、東の空に雨をかけ、また北より出る。南にあるは死の国ぞ、根の国ぞ。黄泉の囲いに入りたもう、入りたもう。雨下りし神の園、須佐の大御神、御神石。払いたまえ、清めたまえ。死神の封じに参りたるかな、宇治のつなぎたるを貸しき、申す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 。地の蛇、草蛇、黒の蛇、八つ首蛇、須佐の大神剣を巻いて。こんな感じで唱え出した。後に自分も暗記させられた。まだ続きはあるし、実際は少し改変しています。完全な言葉では言ってはいけない決まりらしいです。その長い祝詞のような呪文のような言葉が終わって、ちょっと変わった方法で神社へやっと入った。
そして自分は南の鳥居で待たされ、祖父は一人で南側だけを閉めて残りを開け放ち、社にいた。ここからは何をしているのかはわからない。しばらくすると左右のご神木から真っ白な人が、神主が持っているあのひらひらのようなものを背中に何枚もはためかせて出てきた。でもその人、目が三つある。背中の方は光っていた。自分は震えてしまった。生まれて初めて失禁した。時間の感覚がなくなるというか、止まったと思った瞬間だった。南の社の扉が大きく強く開いた。当然、祖父が開けたんだと思った。祖父は祖父だけど、なんだか違和感があった。そいつらから離れろ!と言うのだ。でも自分は左右にいる二人の白いのは神様だと分かっていたから、信心深い祖父が神様をそいつらと表現するのに疑問と違和感を覚えた。勘は正しかった。祖父の、いや、祖父みたいな門の首がいきなり転がって首のあった場所から真っ黒な蛇が何匹か出てきた。自分は霊感はあまりないはずなんだけど、この黒い蛇だけはやばいと感じた。幽霊とか悪霊とかってレベルではないと直感的に悟った。すると、例の左右の神様のようなものが剣を持っているのに気づいた。これで助かると期待した。そしたら、それぞれ左右の東西の鳥居の方へと離れていった。神様も初めて見たから怖かったけど、黒い邪悪な蛇ははるかに怖かった。殺意がはっきりと伝わっていたから。頭が黒蛇の祖父の偽物みたいな奴が、一歩、二歩、こちらへ近づいてくる。ああ、これはもうダメだ。神様もじいちゃんも助けてくれない、と思っていた。常人の自分は、こういう話の定番で、そこで気絶していたみたいだ。気づいた時、四方を開け放った社の中にいた。ど真ん中に、剥き出しの御神体。剣なんだけど、かなり錆びていた。そして、いつもの仏様のような優しい祖父の笑顔があった。よかった。説明は短くするから聞いてくれ。我が家は何代前かはわからないくらい昔からあの神社の守りをしてきた。わかってるとは思うが、あれは普通の神社じゃない。参拝客が来ないとか、神主がいないとか、賽銭箱がないとかではない。そして、さっきお前が見た神様も、蛇も、夢ではない。あれはな、もっと偉い神様の記憶なんだ。そして、お前に役目を引き継ぐ儀式だ。わしも昔、祖父から引き継いだ。しかし、お前の両親は知らない。代々孫に引き継ぐ決まりなんだ。怖かったろうな、すまんな。でも運命なんじゃ、これだけは。別に何かこれからしなければならないとか、神主になれとかは一切ない。とりあえず管理や神社の掃除は、わしが死ぬまではやる。しかし、わしがいなくなったらお前がやるんだよ。そしてお前もまた、孫にわしがしたことと同じことをするんじゃ。儀式と言葉を覚えて、あとは掃除や管理をしておけばよい。あの約束を守ってな。
涙を流しながら祖父がそう言った。大学を出たらこっちで暮らせよ。ここでの暮らしが怖くなったろうけど、本当に普段は何もしなくていいし、お前がまた神社に行っても何も起こらないから安心しなさい。現在、自分は20歳。あと2年で大学を卒業し、ここで暮らすことは確定してしまった。現代人である自分は、こんなオカルトなことには関わりたくはないが、起こってしまったことは否定しない。しかし、結婚はしても子孫を残すかどうかは迷っている。こんな不気味で恐ろしい儀式というか習わしが、よく今まで家が断絶もせず、今の時代まで続いたなぁと感心している。そして、その理由が最近わかった。こないだ、ある神社に彼女とおみくじを買いに行った。彼女はおみくじが大好きだった。手を打って目を閉じたら、ブワッと風が吹いた。彼女はまだ手を合わせて祈っている。振り向くと、例の白いひらひらをつけた、あの時の神様二人が狛犬の場所にいた。多分自分には死ぬまであの神様がついているんだと思った。小学三年の夏休み。釣りが好きで好きで、毎日のようにじいちゃんと近所の小川に行っていた。山に囲まれた田舎なんだけど、当時は水もきれいで、魚もたくさん住んでいたものだ。ある日、じいちゃんに教えてもらった、とっておきの釣り場に行ってみることにした。けどその日は、なぜか一人で行ったんだ。自分にとっては大冒険だった。朝、暗いうちから自転車を1時間漕いで行くと、お地蔵さんが見えた。ここが山への入り口だな。自転車を置き、釣り具と弁当を持って、山の中へ続く小道を歩いて行った。結構歩いたと思う。朝もやの中、一本道を進んでいくと、水の音が聞こえた。草むらをかき分けていくと、川がそこにあった。ポイントを決め、釣り始めると、釣れるわ釣れるわ。無我夢中で釣りまくった。お弁当を食べて昼寝をした後も、面白くて一日中釣りを楽しんだ。あたりはもう薄暗くなっていた。バケツの中は魚で溢れている。帰ってじいちゃんに見せてやんなきゃ。そう思って、帰り支度を始めたとき、今まで全く気がつかなかった周囲の異常に気がついた。なんか静かだな。虫の声、風が木々を揺らす音、水の音、何も聞こえない。今、この山の中にいるのは自分だけ。そう考えると、なぜか急にものすごい恐怖感が湧き上がってきた。支度を終えて、元来た小道へ戻ろうと斜面を上がって行き、ふと川の方を振り返ると、麦わら帽子をかぶったおじさんが、
自分がさっきまでいた場所に立っていた。おじさんは怒っているように見えた。俺の釣り場を荒らした奴がいる、という感じだった。自分が何か悪いことをしたように思えて、気づかれないよう逃げようとしたとき、何かにつまずき転んでしまった。ガバッと起き上がり、川の方を見ると、おじさんがじーっとこちらを見ている。まずい。急いで小道へ出て、早足で、ふもとの方へ歩いて行った。歩き始めてすぐ、20メートルぐらい後ろで。おーい。という声がした。優しそうな声だったが、自分は無視して歩いていた。すると、待てよ。口調が違う。聞いた瞬間にはもう走っていた。10分ぐらい走っただろうか、立ち止まって休むことにした。あたりはもう暗い。ふもとまであとどれぐらいだろう。月明かりで道は見えるが、逃げてきた方を振り返ると、奥の方は暗闇で何も見えない。息が整ってきて、さてそろそろ、という時、足音が聞こえてきた。暗くて見えないが、確実に闇の中を誰かが歩いてきている。自分はまた走り出した。おーい！さっきの人の声だと気がついた。数メートル後ろまで来ている。ごめんなさい！と叫んで走っているとき、その声を確かに聞いた。殺してやる。自分は全速力で山を駆け下りた。あまりの恐怖に、わけがわからなくなっていたんだと思う。この後のことはほとんど何も覚えてない。気がつくと家にたどり着いていた。泥だらけで夜遅く家に帰ってきて、親に怒られたのは言うまでもない。魚も全部なくなってて、じいちゃんに自慢もできなかった。けど、その日あったことは誰にも言えなかった。きっと、それを言ったらもっと親に怒られると思ったからだと思う。それからしばらくは釣りに行けなかった。次の夏、じいちゃんは亡くなってしまったが、結局一度もあの釣り場に一緒に行くことはなかった。あのおじさんは一体何だったんだろう。最高に楽しかった思い出と恐怖の思い出。遠い夏の日の思い出。最近の話。その日、休みだった自分は、自分の部屋のベッドに横になりながら、携帯でネットを楽しんでいた。時刻は夕方のニュースをやっていたので、18時ぐらいだと思う。一人暮らし、よくある 1K タイプで、
ベッドからは横向きになるとテーブルを挟んでテレビが見れます。なんとなく部屋が薄暗くなってきたので電気をつけようと起き上がり、電気のスイッチを押してカーテンも開いたままだったが気にせずまたゴロンとベッドに横になった。時間にして1、2秒ぐらいかな。横向きにゴロンとなったんだけど、ん?という違和感。背中にピタッと何かが触れている。後ろに誰かが寝ているようだった。10代の頃に何度か霊体験はあり、初めて一人暮らしをしたその部屋が、もともとそういう部屋だったらしく、その家限定で体験した。親に泣きついて半年で引っ越してからもう10年ぐらいは一度も心霊現象には出くわしてない。でも一瞬でその10代の頃体験した恐怖心を思い出した。やばい奴が来ちゃった、と思った。姿形は背後なので見えなかったけど、頭の中には真っ黒い影のようなものがピタッとくっついているのが浮かんだ。しかも目が左右外側に向いていた。そしたら、ニュースがやっていたはずのテレビに、どこかの神社がぼんやりと映っていた。それに気づいた瞬間、なんだか違和感を覚えて、これは夢か?と思った。説明が難しいが、なんだか異空間にいる感じがしたと言えばいいかな。すると、神社の画面が切り替わり、真っ黒の背景に縦に列になった赤い文字が上から下に流れている画面に変わった。最初は読めなかったんだけど、目が慣れてきて、だんだん流れている文字が漢字で人の名前が入っていることがわかった。その中で、ゆうこという女の人の名前が目に入った。私は、あれ?この名前最近見たな、と思った。その瞬間、テレビの画面いっぱいに女の顔が映った。その顔はものすごい形相でこちらを睨んでいて、うわっとびっくりして目を開けた。やっぱり寝ていたようで部屋は真っ暗だった。そんなことより目を開けた瞬間から鼓膜を突き破るような耳鳴りがしていて、ベッドの真横に髪の長い女が正座して下を向いていた。体はこちらを向いている。うわーと思ったが、もちろんそこで金縛り。とにかく耳鳴りがすごく痛くて、本当に鼓膜が破けたと思った。キーンという音以外に、ボボ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 ボと鼓膜が動くような音も聞こえていた。体が動いて、すごい速さで電気のスイッチをつけたら、時刻は午後8時を過ぎていた。よくわからないことと気づいたことがあった。いつから寝てしまっていたのか。あの時電気をつけたはずなのに、なぜ電気もテレビも消えていたのか。
気づいたことというのは、夢でテレビに映っていた神社は、その日の一週間前に登った山で偶然通りかかった神社だ。それと、優子という名前は、その山の三角点の横にあった杉の木に掘られていたものだった。その三角点だけど、登山道から逸れたところにあり、本当にわかりにくかった。人が通った気配もなく、その時は少し不思議に思ったぐらいだったが、今思うと何か曰くつきだったのだろうか。一人で大した下調べもせず、山に登るもんではないですね。どこで拾ってくるかわからない。その、優子さんと思われる女の人だけど、その後、二回ほど部屋に現れました。とある仏教系の大学に通っていたんだけど、お寺の息子さんが結構いる。もともとは跡取りが資格を取るためにあったような大学だが、今はそんなでもない。2、3ヶ月に一度、数日お寺に入ったりするぐらいで、普通の学生と講義も受けるし、サークルもある。そんな、跡取りの一人と友達だったんだけど、その人がしてくれた話、というか、その人が体験した話。お盆が終わると、一年で一番長いお寺に入る期間があるらしい。3週間ぐらいだったかな。20歳前後の若者が、毎日精進料理で正座しっぱなしなんて、3日でもきついと思う。中でも、その修行中、一番辛いのが、礼拝というものらしい。個人的には、座禅を組んだり、延々とお経をあげるものだと思ったけど、かなり肉体を使うとのこと。これは、一度試してみてほしいが、正座の状態から手を合わせ、足のつま先を立てて体重を乗せる。上半身は一切動かさないまま、右足を少し前に出し、つま先だけで立ち上がる。同じ姿勢でゆっくり元に戻り、腰だけを曲げて土下座のようなポーズをとる。これをたっぷり30秒ぐらいかけて行うんだが、回数が半端じゃない。一度に300回やる。何時間かかるのかと聞いてみたが、本人にもわからない。時間の感覚が飛んで、意識が朦朧とするらしい。単純に考えて3時間ぐらいかと思うけど、昼過ぎに始めて気がついたら夜9時になっていて、先輩から風呂に入ったものから早く寝ろと言われる。それがほぼ毎日。腹筋やら太ももやら筋肉痛を超えて痙攣までするし、膝が内出血するもの、足首を捻挫するものも出てくる。足首やら足の指やら疲労骨折する人も珍しくないらしい。その修行に入って10日ぐらい経った頃、その友達はコツを覚えたのか、それとも感覚が麻痺してきたのか、やってる最中に少し余裕が出てきたらしい。口では喉はとっくに潰れているのに、ひたすら念仏を張り上げているし、隣では姿勢を崩した同級生が怒鳴られ、先輩に襟首をつかまれて、床の上で礼拝させられているし、普通じゃない状況なんだけど、ああ、俺修行してるな、みたいな
達観した心境になっていたらしい。お寺の本堂っていうのか、メインの一番広い部屋ではなく、離れにある柔道の道場みたいな部屋でやっていたそうだが、友達はふとそこの隅っこにおじさんが座っているのに気づいた。指導してくれる大学の先輩と大学の僧侶、修行に使っている寺の住職、そんな人たちの顔はみんな知っているが、そのおじさんの顔は見たことがなかった。しかも格好が白絹で体育座りをしている。パッと見は子供っぽいというか、自分たちと同じ修行僧なのかと思ったけど、ありえない。どんなに体力の限界が来ても先輩は休ませてくれないし、倒れたら救急車を呼ぶと言われている上に、修行の続行が不可能とされたら、お寺から追い出されて来年やり直しとなっている。白絹でいるのもおかしい。僧侶にとって下着姿でいるようなものなんだって。あれが誰であれ、人前でその格好はありえない。薄暗いろうそくの明かりの向こうにいるその人をじっと見ていると、顔が黒っぽいことしかわからない。酒焼けしたおじさんにしか見えないから、どっかの僧侶が偉そうに見てんのかな、くらいにしか思わなかった。いよいよ礼拝が終わって、残りのお勤めが終わった後、みんなでお堂を出るときに探したら、もうそのおじさんはいなかった。後で同級生に聞いても、誰も見てないみたいで納得がいかない。長い三週間も終わりかけの頃、また礼拝の最中にその男を発見した。お堂での並び順は毎日変わるので、友達はその男と一番近い位置で出くわした。やっぱり白絹で体育座りをしてこっちを見ている。周りのみんなと動きがずれないように気をつけながら、ちらちら盗み見ていたら気づいてしまった。そのおじさん、首にボロい縄をぐるぐる巻きにして、こっちを笑いながら見ている。顔も酒焼けどころではなく、どす黒く変色している。目は細く、つぶれるほど顔がむくんで膨らみ、口だけは歯を見せて笑っている。友達は怖くなって、ただでさえ喉がつぶれているのに、声を一層張り上げて、ひたすら礼拝をした。その日のお勤めの最後、礼拝の指揮をとっていた先輩は、戒名を読み上げてエコーをした。先輩は、この修行中に昔、志半ばで亡くなった僧侶がいることを教えてくれた。修行をしたくてもできない僧侶がいるのだから、お前らも諦めずに頑張れ、みたいな励ましをした。同級生の中に、この事情に関してよく知っている奴がいて、彼が言うには、修行が嫌になって、このお寺で首をくくった人がいたらしい。その人と同期だった僧侶から聞いた話だそうだ。友達は喉の使いすぎで3日ぐらい血を吐いたが、最終的には無事家の後継ぎになれた。うちの大学は夏休み長くて超ラッキーみたいな話をしていた俺に、半切れで教えてくれた話。今から3、4年前の話。マンション住まいの友達の家に遊びに行った時のこと。
ちょうど時間は夕方5時くらい。友達はマンションの5階に住んでいるので、さすがに階段は面倒でエレベーターを使うことにした。しかし、エレベーターのドアが開いた瞬間、うっと思い立ち止まった。そこには、喪服姿の小太りの女性が入り口側に背を向けて、まるで入り口を塞ぐかのように立っていた。幽霊というよりは、少しアレな人が乗っているのかと思い、さすがに、ちょっとどいてくれませんか?と話しかけるのも怖いので、立ち尽くしていたら、そのまま扉が閉じた。仕方なく見なかったことにして、階段で5階まで行くことにした。3階くらいまで登ったところでエレベーターを見てみると、ちょうど5階までエレベーターは上がっていた。5階の人がエレベーターを使おうとしたらしい。ちょうど4階と5階の間の階段で、上から降りてくるおばさんとすれ違ったので、エレベーター使おうとしました?中に変な人乗ってませんでした?と聞いてみた。おばさんも、ええー、乗ってたわ。不気味でエレベーター乗れなかったわよ。ほんと迷惑よね。と言っていた。まったく気味の悪い人もいたもんだと思い、友達の家に着いた。早速友達にもエレベーターの中にいた女性の話をした。マジかよ。迷惑な奴もいるもんだな。気味悪いな。まだいるかな?夕飯食いに行くついでに確認してみるか。ということになった。しかし、友達の家で2、30分ぐらい喋っていたから、さすがにもういないかなと思っていた。そうして、友達と一緒にエレベーターを待つことにした。到着したエレベーターの扉が開いた瞬間、背筋が凍った。いる。まだいる。数秒の沈黙の後、エレベーターのドアが閉じた。あいつか?なんか、怖えな。階段降りていこうぜ。そして、階段を降りながら、あいつ一体何なんだよ、とか、ただ人を脅かそうとしてるんじゃないの?とか話しながら一階を目指した。俺が管理人さんに行った方がいいんじゃないの?連絡取れる?と言うと友達は、さすがに今は無理だな。帰ったら後で連絡するわ。と言った。そんな会話をしているとエレベーターが今度は降りてきた。3階か2階の人が押したのかなと思っていたが、1階まで降りてきた。友達が、おい、まさかあいつ降りるのか?と聞いてきた。俺は何も答えられないまま、エレベーターの方に目を向けていた。ドアが開く。今度は、その女性は正面を向いていた。しかし、その顔を見た瞬間、再び背筋が凍りついた。その女性が不気味な能面をつけていたからだ。能面をつけた女性は、こっちに目をくれることもなく、いや、もしかしたら能面越しに目はこっちを見ていたかもしれないが、とにかくそのままゆっくりと歩き去っていった。明らかに不審者だよな。警察に通報した方がいいのかな。俺が言うと友達は、いや、なんかされたわけじゃないしな。他の住民がもう行ったかもしれないけど、
後で管理人に言っておくよ、と言った。その後友人は管理人さんに報告したらしいが、その後その女性は現れていないらしい。幽霊ではなく、多分人を脅かそうと思っているいたずらなんだろうけど、本気でこう言うのはやめてほしいと思った。